栄養喫茶までしょうか。こんにちは。あれ、誰か呼んでるみたいだぞ。行ってみようぜ。やっと会えました、栄養喫茶様。私はノエル、セピロス騎士団のメイドです。あ、ごめんなさい。私はまだ、正式なセピロス騎士ではありません。早くこの鎧に見合う騎士になるため、メイドの身分で、騎士団で騎士修行をしています。はい。まだ騎士選抜を通過できておらず、本物のセピロス騎士になるために、先輩方からご指導を受けております。アンバー様から、ウサギ伯爵の作り方を学んだり、ガイア様から、いろいろな任務を引き受けたり、火花騎士様にもご指導を受けました。ジン団長に、反省室に送られましたが、実は、かねてよりずっと、栄誉騎士様のご指導を受けたかったのです。しかし、お邪魔になるかと思い、声をかけられずにいました。モンドの街を歩くあなた様を何度も見かけたのですが、私も仕事で手が離せなく、今日は騎士団での掃除が終わり、修行に行こうかと迷っていた時に、ちょうどあなた様を見かけまして、もし、お邪魔でなければ、ご指導をいただけませんでしょうか。あの、先輩のあなた様の意見が聞きたいです。メイドとしての仕事と、騎士になるための鍛錬、私はどちらも怠っていません。しかし修行の進捗が思うようにいかないのです。はい。どれも体を鍛える普通のトレーニングです。腕立て伏せ100回、腹筋運動100回、スクワット100回。それと、モンド城の周囲を毎朝2周走っています。忙しい毎日ですが、それでも何か足りないと思うんです。力ですか？しかし、私、力はそこそこあるはずですが、前にブルース様が酔っ払った時も、騎士団まで背負って運びましたし、図書館が新調した本棚も、私一人で、清泉町から運びました。ホフマン先輩からは、力持ちだって褒められたこともあります。はい、もちろんいいですよ。しかし、訓練とはいえ、栄誉騎士様に剣を向けるなど。そうだ、騎士団の横にある訓練場には、訓練用の杭があるはずです。こんにちは、ノエル。あなたも訓練に来たの？あれ、栄誉騎士も一緒だったんだ。こんにちは、エリン様。今、栄誉騎士様から訓練の指導を受けるところなんです。私の実力が知りたいらしく。訓練場にまだ余っている杭はありますか？ん？ノエルの実力？それじゃあ普通の杭じゃダメだと思う。それに適当に置いたら、またノエルに一発で破壊されちゃうかも。そりゃあノエルだもの。どれどれ、どうやって配置しようかな。あ、そうだ、ちょっと待ってて。ノエルだったら、やっぱりこれがいいよね。これは、厄介ですね。杭がこんなに。はい、後で掃除するのが面倒です。ノエル、一気に全部切るつもりなのか？本当に全部切っちゃったぞ。よし、掃除完了。あ、ありがとうございます。栄誉騎士様に褒めていただけるなんて、とても嬉しいです。しかし、私は力以外に自慢できるところがありません。騎士様たちとの訓練試合の時も、どうやって動けばいいのかわからなくて。
剣を振るう力は相手より強いはずなのに、最後はいつも負けてしまうんです。どんなに修行を頑張っても騎士選抜を通過できなくて、一体どうしてなんでしょう。まだ足りないんですか。いえ、風魔竜を撃退した栄誉騎士様からすれば確かに取るに足らないですよね。教えてください、栄誉騎士様は普段どうやって鍛錬しているのでしょうか。採掘ですか。なるほど、腕力だけでなく鉱石を探す脚力、そして周りの魔物を退治する力、これが栄誉騎士様の訓練の方法だったのですね。試し、大丈夫です。任せてください。ちょ、本当に採掘するのかよ。仕方ないな。近くの採鉱地で練習してみよう。ここにしよう。まずはこの採鉱地を片付けようぜ。魔物が出たぞ。魔物退治も採掘の一環なのでしょうか。私にお任せください。この辺りは落石が多いらしいぞ。周りに気をつけろよ。また魔物か。しかもヒルチャールボートだ。手強い相手ですね。手っ取り早く全力で片付けます。うわぁ、大きな、これは私のせいでしょうか。だ、多分偶然だろう。あそこにセピロス騎士が一人いるぞ。状況を聞いてみ。この落石、明らかに異常だわ。あ、ベリンダ様。あら、ノエル。それに栄誉騎士も。あの、どこかお怪我は？安心して、私は無事。さっき見回りをした時、ちょうどこの地帯を避けて通ったの。最近この一帯で落石がよく起きてるけど、こんなに異常なのは初めて。何か心当たりはある？ええ、それもそうよね。こんなに大規模な落石、人為的な可能性は低いもの。でもだとすると厄介ね。この落石の下にあるのは豊富な鉱脈なの。鉱脈？ええ、誰かに頼んで片付けてもらわないと。鉱石がもったいない。鉱石？これらの落石を片付ければ採掘が続けられるのですか？その通りだけど、こんなに大規模な落石、やっぱり騎士団に報告した方が。私にお任せください。一人で解決してみせます。え？綺麗にしませ。はっ、やっ、はっ。落石を直接砕くなんて。気をつけろ。あそこにヒルチャール、岩兜の王がいるぞ。ヒルチャール、岩兜の王。落石が多発してた原因はまさかあれ。今すぐ応援を呼んでくる。見た目は大きいですが、力比べなら負けません。あれを倒せばまた採掘ができるようになりますね。なら私に全てお任せください。はっ、さっきは危なかったな。やっと一息つける。で、ノエル？1、2、3、4。修行目標がまだこんなに。まさかまだ敵がいたのか。
掃除完了。あなたたち無事？ノエルも大丈夫？はい、大丈夫です。強いて言うなら、普段やっている掃除仕事より少々肩が疲れたかもしれません。すみません、普段あまり無理しないように言っているけど、気づいたら毎回一人で騎士団の掃除を終わらせてて。それは騎士団メイドがやるべきことですので。本物のセピロス騎士になるためにはどんな修行も怠るわけにはいきません。栄誉騎士様、私今回は採掘の修行をちゃんとやり遂げられたでしょうか？本当ですか？あなた様がご指導する修行をやり遂げられたなんて、私にとってすごく有意義なことです。では次も一緒に採掘しましょう、先輩。